ご記憶正しくで。どうもスカイピースシャキンということで、今日何するんですか。見てください。おけん、俺の大好きなおけん、本物ですよ。20万だとか50万という感じで、ガチの使ってるね。1000円くらいのナイフでは全然金やる。男子だったら誰もが憧れるこの真剣を背景に撮らせていただいてるんですけど、今回はですね、こちらで真剣を使って真剣に絶対言うと物を切っていきたいと思います。やっぱりね、剣士っていうのはマジで男の中の男だと思ってるから、だから剣士がすごいやりたいんだけど、剣士の道のり甘くない。アニメとかだったら普通に剣落ちててチャンカンカンって、主人公だったら大体強いんだよ。あいついきなりすごいみたいな。サントリーとかできないの。今日こんなことしたらぶち殺される。ぶち切られる。今回は剣術はそこまで甘くないのか、はたまたセンサーありすぎて主人公クラスに上手くなれるのか、いきましょう。シッシッ。じゃあ最初に姿勢からお教えします。はい、はい、気をつけしてください。はい、肩の力をスーッと抜きます。じゃあこれは模擬刀です。そして右手の小指に3分の1かけます。いいですね。ちょっと侍の雰囲気が出てきましたね。次に左手の親指を帯の1枚目のところ、お腹側から1枚目のところに入れてください。次に右足を1歩前、60センチから65センチ出します。この姿勢を居合腰って言いますから覚えておいてください。はい、バックしてください。私が居合腰って言ったらいつもその姿勢になります。はい、バットを刀を抜きましょう。ゆっくりでいいですから。はいはい、そして右手をつばの近くまで持ってきて、この姿勢でこれが正眼、そのままじっとしていてくださいね。これからずーっとゆっくり上に上げます。これは上段の構え。次は刀がおよその高さに下ろします。これ中段って言います。はい、次は早く下ろしてこの中段でピタッと止めますよ。はい、上段に構えて1、2、3、2、はい、正眼。いいですね。次にチブリっていうのを行います。これは真似てくださいね。私と同じようにする。はい、チブリ。はい、動かないでくださいよ。はい、左足を前に出して、はい、手を下ろします。はい、ちょっとリラックスしてください。シッシッ。立ち振る舞いをちょっとお教えします。はい、はい、はい、じゃあ座ってください。はい、立ってください。泣けるじゃないですか。仕方ない。でもこれからお教えしますので。はい、はい、じゃあもう一度一緒に座りましょう。ですね、侍の座り方で姿勢よく、正座というか姿勢よく、先ほど私申し上げましたように胸を張っていただいて、赤いようなのは今から私が、立ち方と座り方をお教えします。はい、右足を一歩前に出して、大丈夫ですね。はい、そのままスッと上に行っちゃう。ゆっくりでいいです。そうです。いいですね。左足一歩後ろに引きます。右足一歩後ろに引きます。はい、そしてそのまままっすぐ座ってください。なかなかいいよな。あんたちょっと頑張らない。はい。じゃあね、ここへ来て、これからです、ね、真剣で試し切りをお見せします。そしてその後、あなたたちにやっていただきます。私の方をお願いします。はい、気をつけて、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、待ってください。ゆっくり行って、はい、いいですよ。そう、はい、そのまま練習します。ゆっくり、はい、ゆっくり下座にしてください。はい、次は思いっきり振ってそこで止めます。はい、上段に止めて、はい、どうぞ。はい、生まれて初めての真剣で巻き合いをさせた。はい、上段に構えて、はい、どうぞ。あなた優しいね。もう少しパッと、はい、もう一回思いっきり上げて上段で一旦止めます。はい、どうぞ。
はい、もう一度ここ。はい。はい、上段に構えて。はい、どうぞ。雰囲気いいですよ。次もう一回このここ行きましょう。いいですか。はい。ここですよ。はい。はい、どうぞ。歯を横にちゃダメ。歯は立てたままで。はい、どうぞ。はい、じゃあ後ろに一旦下がって正眼。はい、次。よろしくお願いします。お願いします。はい、別に。はい、上段に構えて。はい、どうぞ。はい、いいです。ストップ。いいです、一歩前です。はい、上段に構えて。はい、どうぞ。いいでしょ。今ちょっと体がふらふらしましたけど。はい、どうぞ。いいですよ。はい、後ろに下がって。はい、居合腰になって正眼。はい、じゃあ畳に構えます。うわっ、すごい、お友さん、はい、なかなか良かったです。はい、どうも。シッシー、抜刀体験いかがでしたか。楽しかったです。新鮮ですごく経験になりました。そうですか。なかなかあの素質があって素晴らしかったです。そしてあの普段のね気持ちと違って真剣になる。日本刀を持ったら真剣になるのは当たり前なんですよ。まさに真剣勝負というのはこういうことなんです。真剣を持って刃を解体してお見事に切っていただきました。本日はどうもご苦労様でした。ありがとうございました。ということで、真剣体験を終わりました。真剣体験、ラッパリモンみたいなね、これ。真剣体験。真剣体験。なんかね、普段使わない筋肉だったり、神経だったりっていうのを使ったよね。精神的に、緊張するしね。足の震えが取り合い。日常では絶対にないよね、この感じも、ね。緊張感で多分足が震えちゃって。すごいよ。何より辛いのが座るとき。足がめとき、カーペットとかに慣れちゃってるから、こういうところで正座することがない。ゆとり出てましたね。ゆとり出てたね。出てました。まあでもいい経験がね、できて、はい、とりあえずもう足の震えが気になっちゃって、もうずっと震える。ちょっと待って。もうすごい、今ピーク。どうしちゃった。どうしちゃった。でもなかなかこういうね、こういうような空気感になることも俺たち普段ないんでね。こちらげてるんで、うん、普段なんかちょっと違う空気浴びたいなとかいう時はね、うん、こういうとこ来てね、一回精神統一した方がいい、うん、本当に精神がね統一されます。もう今もちょっともう意識しちゃって編集してる時もこれで。シッシーということでね、はい、ジンタン切れなかったでしょ。切れなかった、難しかった。こちらのアプリならジンタン強いんじゃない俺より。シッシー、こちら俺の画面なんですけど。え、ちょっと待って、名前何？セオ R2D。 シグニアの強っ。陣内これ28発ぐらいやんないと結局俺より上手いっていう剣士のセンスだね。こちらアプリですね、決命というものがありまして、はい、決命というのは何かと言いますと、はい、ギルドのようなもので、はい、友達と一緒にプレイすることができるんですけど、わ楽しいね。そうすればジンタンがもしかもガッて切れなくても、俺も後ろからジンタンごとサッて切れ。あ、俺ごと切っちゃったもん。すぐにやられてた。いけるから。いいね、それ面白そう。とりあえず一緒になってみましょう。行こう行こう行こう、一緒になりましょう。ジンタン、おいで。お、来た。今すぐ移動。行きます。やっ、ポンポン、来た。うわー、イエーイ。いた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 。イエーイ。ジンタンいる。だからジンタン、ほら、ここ、こいつ触してみ、こいつ。え、これこれ、いいよ、こいつ。ポン、ほら。よし、いいぞいいぞ。これ俺だったら一発なんです。あ、いや、一瞬。え、強っ。ジンタン、ちょちょ、やっと、ちょちょ。OK、待って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 、行くぞ、こいつ、こいつ、行くぞ。ほら、ほら、いや一瞬強すぎるか、お前やり込みすぎか。なんでこんな感じでジンタと一緒に戦ったりできるんで、はい、友達とぜひ一緒にやってみてください。シッシー、はい、はい、ということでね、こちらね、なぜジンタと俺が一緒に村にいるかと言いますと、はい、こちらの画面にあるサーバーってとこがね、ジグハルトっていうやつで、うん、ジンタもジグハルトで一緒に同じサーバーなんだ。そう、ここが違うとなんか入れなかったりするみたいな。あー、なるほど、そこ気をつけてください。はい、キャラクター名がテオ R2D。 めっちゃ中二で、ジンタは？俺は、まあ、ジンタムジンタムです。そう、ジグハルトにテオ R2D とジムタムが、ジンタム、ジンタム、あ、ジンタム、ジンタムがいるんで、はい、俺たちを探してみてください。ということで、こちらからは以上です。で見てくれてありがとう。剣術はやっぱり男のロマンですな。それにしてもジンタン切れなかったな。でもこれアニメだったらいつかジンタンの方が強くなるやつだ。次回のスカイピースはアヒカルさんからもらったおもちゃでジンタンにドッキリ仕掛けてみた。そんじゃまた明日もよろしく。